ゲームパッドはいくつかのボタンを備え、両手の間に持って主に親指で操作するゲームコントローラの一種。ジョイパッド、コントロールパッド、パッドとも言う、1983年から1984年にかけて、旧来の機種に多かった縦長形状のコントローラのパッドをジョイスティックに置き換えたタイプのゲーム機がいくつか発売されている。 セガの SG-1000 もその一つだった。しかし同じ頃、ニンテンドーのファミリーコンピュータが両手持ちの横長パッドを採用し、ライバルのセガも SG-10002 で、それに続いたことで、家庭用ゲーム機の分野では両手持ちの横長パッドが標準となった。ファミコンのゲームパッド SG-10002、オセロマルチビジョン。 セガマーク3のゲームパッドプレイステーション2のゲームパッド3種類の機種のゲームパッドが並んでいる。左からドリームキャスト XBOX と XBOX360 である。コントローラーを採用したゲーム機で有名なものが1983年に発売されたニンテンドーのファミリーコンピュータである。左側に銃の形をした十字ボタン。右側に 丸型の A ボタンと B ボタン、そして中央に小さいスタートボタン、セレクトボタンが備えられている。この十字ボタン、アタックキーという基本構造はもともと任天堂の一部の電子ゲームで採用されていた形状であり、当時の家庭用ゲーム機としては独自形状だった。当時の雑誌評価の例では、任天堂の電子ゲームと同じタイプだからすぐになれるはずだ。と言葉を濁している。 しかし始まってみれば、メーカーを問わず以後の多くのゲーム機に継承され、事実上の標準となっている。アクションゲームなどでは、十字ボタンは主にキャラクターの移動、AB ボタンはキャラクターが攻撃したりジャンプしたりする、時などに用いる。アドベンチャーゲーム、ロールプレイングゲームなどでは、十字ボタンを、キャラクター移動とカーソル移動、A ボタンを、コマンドの決定、B ボタンを、 キャンセルボタンとして用いることが一般的である。スタートボタンやセレクトボタンは AB ボタンより押す頻度は低く、ゲームの開始や中断などのシステム操作を中心に用いる。当時のコントローラーは薄い直方体の平面的な構造であり、人間工学的に十分に検討されたものではなかったために指への負担が大きく、まだ成長期にある児童が熱中しすぎて、 現象炎を患うことも少なくはなく、故に問題視されるなどの現象も見られた。このため、後に人間工学的に指に優しいコントローラも発売されるようになっていった。主に左側の正面にあり、左手親指で操作する。一般的なゲームパッドの形状を世界に広めたファミコンの影響でプレイヤーを動かすといったカーソルボタンには、 十字キーという名称が広く使用されている。十字キーの内部構造について、任天堂は実用新案件を取得したが、1994年に権利が消滅している。ソニーコンピュータエンタテインメントのプレイステーションシリーズでは、方向キーと呼称されている。主に右手親指で操作する。ファミコンでは AAB の2ボタンであったが、スーパーファミコンで、 XY ボタンを追加したひし形に並ぶ4ボタンとなった。以降、メガドライブと 3DO の3ボタンメガドライブと、セガサターンの6ボタンゲームキューブの変形4、ボタンといった、過渡期の様々な配置を経て、プレイステーションシリーズドリームキャスト XBOX、シリーズスーパーファミコンおよび Wii、ニンテンドー DS 以降のニンテンドーのゲーム機といった、 多くの機種でひし形並び4ボタンが標準的に用いられている。名称は ABXY が一般的であるが、配置は任天堂と Xbox シリーズドリームキャストで異なり、またプレイステーションシリーズはである。日本ではファミコンに習い、右のボタンが決定、下のボタンがキャンセルに設定されることが多いが、アメリカではこれらが逆になっているのが一般的である。このため、 ローカライズの際にボタン設定が逆転したりボタンをキャンセルに割り当てたりなどの工夫が見られることがある。Xbox などでは日本でも下側のボタンが決定ボタンとして使用されている。PlayStation5 では日本でもボタンを決定ボタンとすることが推奨されるようになった。ファミコンではコントローラー1のみに正面の中央に2つ並んでいる。 以降のゲーム機でも中央付近など通常のボタンからは離れた場所に一つや二つのボタンを配置するのが標準的である。ファミコンの初期には名前通りゲームのモードの選択及びゲームの開始にこの2ボタンが専用で用いられたが後にそれらの操作は十字キーや A ボタンでも可能となり名前の意味を失った。コントローラーを 通常の握り方をしていると、どの指でも容易には押せないため、ゲームプレイ中頻繁に操作する必要がなく誤って、操作した場合の害が大きい、一時停止やメニュー表示、等によく用いられる。スーパーファミコンにて、コントローラー上部の左右に、LR ボタンが追加された。また、プレイステーションにて、左右それぞれ2つずつの L1、L2R1、R2 が配置され、 Xbox Wii、e、など各社追随した。主に左右の手の人差し指、中指で操作する。名称は LR を基本とするのは各社同一だが、角2ボタンの命名は、Nintendo の L、ZLR、ZR、PlayStation シリーズの L1、L2 R1、R2、Xbox シリーズの LB、LT RB、RT と様々である。アナログスティックは、 Nintendo 64が 3D スティックの名で家庭用ゲーム機として初の標準コントローラーへの搭載を大々的に宣伝した。PlayStation は当初標準コントローラーにアナログスティックを持たなかったが、アナログコントローラーよびデュリシャックで左右2つのアナログスティックを搭載。以降、左右2つのアナログスティックは標準的なものとなる。左スティックと十字キー。 右スティックとボタン群の位置関係は機種により様々である。デュリシャックのアナログスティックは押し込み入力を持ち、他社も XBOX360 以降、w i n u 以降で追随した。左スティックをプレイヤーキャラクターの移動、右スティックをカメラ操作に用いることが多いほか、左右のスティックを合わせて使い、プレイヤーキャラクターに複雑な移動操作を行うものもある。 方向入力以外のアナログ入力は、Xbox シリーズの LTRT ボタンに一貫して実装されているほか、ゲームキューブドリームキャストの LR ボタン、PlayStation2 の各種ボタンなどに例があるものの、次世代機で削除されることも多く、2020年現在、一般的とは言い難い。パソコンゲームで遊ぶ際に、家庭用ゲーム機用のコントローラーを流用することで、 家庭用機並みの操作性を持たせている。キーボードやマウスでは操作しづらい、ゲームだけでなく快適性を求めてすべてのゲームで利用を希望する人もいる。Xbox 360用のコントローラは USB 接続なので、Microsoft からデバイスドライバーをダウンロードしてインストールするだけで Windows で使用できる。コンバータを返せば PlayStation シリーズのゲームパッドを パソコンゲーム用のゲームパッドとして使用することも可能である。以前はプレイステーション用のコンバータのみだったが、スーパーファミコンやメガドライブなどのコントローラー用のものも通信販売を中心に発売されている。セガサターンのゲームパッドは操作性への評価が特に高く、利用者からサターンパッドの愛称で呼ばれているが、PC にこのコントローラーをつなぐソケットを増設する。 長年にわたる高評価と要望に応え、セガは2004年にセガサターン用コントローラの USB 接続ゲームパッドを限定発売したことがある。すべてのゲームパッドが以下の入出力を備えているわけではない。ありがとうございます。